フォーカスザリポート。さて皆さん、ここからは今回も3本のおすすめ動画を紹介してまいります。今回は京都 TV から京都府宇治市にあります城南株式会社のイルミネーション、こちらみおさんがリポートしてくれていますが、そういった動画のほか2本をご紹介してまいります。さてさて、それでは早速最初のリポート先にフォーカスイン。さてまず最初にご紹介するのは京都 TV からみおさんがリポートしてくれています、京都府宇治市にある城南株式会社のイルミネーション。いやー、こちらのイルミネーション本当にね、とっても綺麗なんですよね。大きなツリーがあって、そしてピカピカのトナカイさんがいて、企業の中にあるとは本当に思えないんですよ。この城南株式会社っていうところ、なんと地域貢献の一環としてこういったイルミネーションもされているそうで、地域の方ならどなたでも見に行ける、そういったイルミネーションってやっぱり素敵ですよね。こちら期間は12月25日もクリスマスまでということで、また来年、また再来年なんかもずっと毎年し続けるっておっしゃってたので、私もぜひ来年は現地に行って綺麗なイルミネーション堪能したいと思います。いや、動画を見ているだけでも本当にウキウキしちゃう、こんなイルミネーションですので、ぜひ皆さんこちらチェックしてみてくださいね。京都 TV からみおさんが行ってきてくれました、京都府宇治市にある城南株式会社のイルミネーションでした。それでは続いてのリポート先に交換。で続いてのリポートは神奈川 TV から鉄井静子さんが行ってきてくれました。横浜のシンボル氷川丸です。この氷川丸、80年以上もこの日本の歴史を見続けたとあって、やっぱりすごい重みというか、映像を見ているだけでも歴史を感じちゃいますね。そしてこの鉄井さんが氷川丸の中をいろいろと一等食堂やまた一等社交室、いや私もあんな豪華なところでダンスパーティーなんか参加してみたいな、憧れちゃいます。またなかなか見ることのできない操舵室や機関室の映像なんかもあって、いや船は男のロマンだなんてね言いますが、これは誰が見てもドキドキする、おっと、また屋外のデッキから眺める景色がまた最高で、やっぱり横浜といえば夜景、夜景といえば氷川丸からの夜景、これはもう定番になりそうですね。神奈川 TV から鉄井静子さんリポートの氷川丸でした。それでは3本目のリポート先に交換。さて続いても神奈川 TV から鉄井静子さんリポートの本格中華料理店、中華厨房みんみんです。こちらの厨房でなんと本場中国出身のシェフが作るメニューはなんと100種類以上、この鉄井さんが5品ぐらい食べているのが、もうどれもこれも本当に美味しそうなんですよ。あの芝エビのマヨネーズ、あのエビマヨといえばなんかね、マヨネーズあえられたのがね思い浮かぶんですが、これがまたちょっと見た目も違って味も違うみたいなんですよ。これは気になりますよね。またその他にもここだけでしか味わえない料理なんかもあって、本当に行ってみたくなっちゃいました。外はパリッパリで肉汁がもう垂れちゃうほどのあの餃子、もう見ているだけでもお腹が空いてきちゃいますよ。ぜひ皆さん動画チェックしてみてくださいね。神奈川 TV から
は哲井静子さんリポートの中華料理店中華厨房みんみんでした。皆さんお届けしてまいりましたフォーカスなリポート、気になる動画はありましたか？もうぜひ皆さん3本とも動画チェックしてみてくださいね。以上フォーカスなリポートでした。